立浪監督、ナインに苦言、打席でもっと気を出せ。中日の立浪和義監督がナインに苦言を呈した。打席の中でもっと気を出していかないと、悔しさ出さないと変わらない。向かっていく気持ちで戦ってほしい、と指摘した。打ち気？ってやんや、ドラゴンボールの木みたいなもんか。流線爆発させんと。ってなんだよって。気負いすぎになる定期。PL では当たり前のことができんのか。やむちゃでも雇えよ。また精神論で何とかしようとしてる。打つ方は何とかします？これは何だったの？ドラゴンボールの世界観やん。バトルオーラ足りてないぞ。こうなってくると矢野先生と変わらんな。き、こんな文字使って23話草。こういうの見ると PL って何の技術もない精神論だけだよな。そら現代野球についていけず消滅しますわ。実際 PL 学園の選手はみんな打ちまくってたんやから合ってるよ。スーパーサイヤ人にならないとね。ドラゴンボールの世界、ご飯、まずは気を感じて。精神論で打てたら誰も苦労しないんだよな。実績のある選手ばかりならそれでもいいけど、今の中日はそういうわけちゃうし。負けまくってるのはチームであって打者自身は別に負けてないから悔しさなんか出るわけないやろ。素晴らしい旧暦価値観が旧暦。戦う顔の次はつか、多分明日は呼吸とか言い出す。Y の草野球チームの監督と同じこと言ってて草、ドラゴンズボールは集めたら何を呼び出せるんや。き、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。